3、2、1、0。11月10日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。今日11月の10日は井戸の日だそうです。ところで井戸ってなんだっけ？いらっしゃいませ。それはまあ井戸。ありがとうございます。わかった。自分のことですよね。それはおいどん。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え、即用、志のご注文が増えてます。法事、ギフトはお任せください。卵スープにメヒビ。卵スープにメヒビを入れてよーくなじますだけ。ネバネバ、ネバネバ、ネバネバ。ネバネバパワーでとっても美味しくなります。伊勢さんメヒビ売れてます。院長まっちゃん乗ってくると神が降りてきたが口癖。しょっちゅう神って降りるもんやな。